間に合いました。23時ジャスト。こんばんは。やっほー、皆さんご無沙汰。元気してました？こんな遅くにごめんね。いて、すごいさっきから肘ぶつけてるんだけど。私はですね、今部屋に戻ってまいりました。やっはー。何？あ、お家じゃないんだけど、できた、帰ってきたっていうか、みんなもう寝るところじゃない？ほらそうじゃん、あのあれなんだっけ、ゴールデンウィークだったでしょ。何したの？楽しいことした？だって今日からお仕事だったり学校だったり始まったんじゃないですか。皆さん一番疲れる日だよね今日。そんな日に申し訳ない。バイト三昧でした。ゴールデンウィークのバイト大変そう。飲食店もすごい混むだろうし、どこも人がね、にぎわってたから。私も仕事終わりに帰宅中。お疲れ様、よく頑張ったね、イエーイ。ゴールデンウィークずっと家にいた。え、何やってたの？スキー三昧。スキー？いいの？スキー今年できなかったな。風邪ひいて寝てます。元気？ん？何？もう一回見せて。風邪ひいて寝てます、励まして。ちょっと閉じて、早くこれ見ないで寝て。いいよ見なくて。今日も4時50分に起きて2時間半かけて大学行った。えらっ、4時50分起きの辛さはわかる。それが割とこうすごいスパンでしょ。1週間のうち何回かそういうことが起きるわけでしょ。すごいきつい。私はドラマとか映画とかの撮影でまあそういう早起きするときあるけど、まあそれが毎日続くことはあんまないからすごいね。明日テストです。ちょっと勉強 したら？お風呂の工事でお風呂入れません、助けてください。つらい。それどうすんの？銭湯？つらいね。何時に寝るん？眠くなったらかな。寮生活めっちゃしんどい。寮生活ね、なんかこう楽しい時はみんなでわーって楽しめるだろうけどさ、みんなして例えばテストでドヨーンってしてる時とかすごいみんなで何かって感じがするから大変そう。最近何してるの？最近暇してるよ。暇してるってか、なんか自分の時間も意外と持っててます。インスタライブイエーイ。
最近ミオちゃんに会った？ったよ。結構最近会って、本当にフラッと2人でお蕎麦食べて解散しました。なんかさ、最近さ、暑かったり寒かったりが激しすぎてさ、おこだってめっちゃ暑、もうノースリーブで過ごせるじゃん、やったねとか思ったらさ、今度はさ「え、寒、あ、コート着れる？」とかいうさ、私も極端なんだと思うんだけど。今日寒かったよね。髪切る予定ありますか？ねえ、髪の毛ちょっとだけね、切りたいし、前髪も久々に作りたいなっていう思いはあるんですが、ちょっとまだ無理そうなので、前髪とか髪の毛もうちょっと短い人が好きな方、ごめんなさい。まだ見れそうにございません。私の愛を受け取って。ドーン！受け取ったよ。めいちゃん、髪染めるなら何色がいい？明るい色にできたら嬉しいなっていう思いもありつつ、ほら、最近っていうか、ちょっと前にさ、解禁された、吉永小百合さんと大泉洋さんとご一緒した「こんにちは母さん」っていう映画で、インナーカラーをピンクにしてたんですよ。だからさ、まださブリーチ毛があるわけなので、まだちょっと当分無理かな。今日はメイクしてるんですね。ご想像にお任せします。ブルーブラックとか見たいです。あ、したい。確かに可愛いかも。ネイビー的なこと？いいね、それ。モスの期間限定のやつもう終わった？いやいやいや、まだあるでしょ。え、終わったの？終わってないよ、多分。食べに行かないと。何？会社で可愛いなって片思いしてた人から急に食事のお誘いがあって断っちゃった。え、なんで？ なんで？可愛いなと思ってたのに、なんで断ったの？なんでなんで？言ったらよかったじゃない。今日も生きててくれてありがとう。え、嬉しい、そんなこと言ってくれるの？ありがとう。みんなも生きててくれてありがとう。見てくれてありがとう。めいちゃん結婚してあげる。お断りだい。めいちゃんの考え方とかすごく大好きです。え、何で？どこでそう思ってくれてる？ありがとう。めいちゃんお友達みたいに話してくれるから好きだよ。だってもう、もはやお友達みたいな感じじゃない？こうやって会話できてるってすごくない？めいちゃん、僕の彼女になってください。ごめんなさい。 ほら、変な期待させちゃいけないから、ごめんなさい。 俺のものにしてみせる。あ、してみせる。あら、それなんかすごいね、かっこいいね。俺のものにしてみせるってかっこよくない？指ハートしてって書いてある。
さっきの人はどうしたんだろう。なんでさ断ったんだと思う。逆に可愛すぎて、気になりすぎて、逆に今じゃないみたいなことなのかな。今日の夜ご飯何食べた？ねえねえ、何食べたの？あ、このライブがあるから？嘘でしょ？最悪じゃん、め。それが理由？え、やだ。ごめんね。残す、ああ、なるほど。マジか。ごめんなさい。いや、どうしようかすごい迷ったの。時間帯とかさ、まあ、日程もなんだけど、すごいさ、いろいろ考えた結果この時間がベストだったんだよね。卵かけご飯、韓国のりパラパラして食べた。いいね、大好き。私も卵かけご飯。授業中お腹鳴る、どうすればいい。わかる。っていうか絶対に鳴らないでね、お願いっていう時ほど鳴らない。もうなんかさ、私もさ本当にね、現場とかですごいなんかこう大事なシーン、結構こうみんなが緊張感を持って撮るシーンとかで、ちゃんとご飯も食べてんだよ。ちゃんとご飯も食べて、よし、もう余計なものに私は集中力を切らさせないんだ、大丈夫だとか思って、すごい集中してる時に限ってググッグググググとかって言うから、本当に困るよね。やめてほしいよね。でなんか空気だけをゴクンゴクンってするといいって聞いて一応やってみてるんだけど、ダメな時はダメなっちゃう。めいちゃんのMBTI が気になる。え？ MBTI って何？え？何なの MBTI って？え？めいちゃんの MBTI？ え、何それ？何？縦列駐車のコツ教えてください。私もね、縦列駐車好きじゃない。だってさ、もうなんか、なんでこんな隙間に入れろとって思ってさ、教習受けてる時もさ、あの教官の人にさ、あのめいちゃんねって、ここのこのミラーがこうなってる角度で覚えるといいから、この角度でなハンドル切ると綺麗に入るよとか言って教えてもらったの、すごい優しくて。で、あ、なるほどとか言ってやってたんだけど、ちょっと待てよ、でもこれこの教習所でしか使えない縦列駐車の技だなって思ったんだけど、早く免許取りたかったから、あのテストの時はそれでやって、それから縦列駐車できる限り避けて生きてる。縦列駐車のコツはぶつかるまで下がる。違う、ぶつかっちゃダメなのよ。ぶつかりそうになるぐらいまで下がるならまだわかるんだけど、ぶつかるまで下がったらもうね、事故起こっちゃってるから。それ、え、なになに、 M、 え、性格診断、なにそれ、 MATI、 え、 MBTB みたいなのじゃなかった、さっき12個、12個の性格診断があるの？どういうことだろう。母の日が近いねえ、母の日近いね。 MBIT ん？ TI は韓国で流行ってる診断。
似てる有名人とかわかる？え？それさ、私調べてさ、永野芽郁に似てるって出てきたら嫌なんだけど。なんかどういうやつ？ちょっとみんながやってよ。じゃあ、え、みんながやってもわかるってことでしょ？芽郁の、芽郁ちゃんと僕の相性占いをやったらめっちゃ良かったよ。あら、すごいじゃない。私の、なんで私の、どうやってやるのそれ？生年月日でやれるってこと？え、やってやって、みんなやって、代わりにやって、代わりにやって、お願いお願い。母の日なんかあげる？母の日はね、毎年あの花束をお兄ちゃんから渡してる。お兄ちゃんと私からちっちゃい時に、そのおじさん、ママのお兄ちゃんがあのやってくれてて、プラスメイはなんか可愛いなってもの見つけたらプレゼントしてる。え、た、えー、なんかサイト送ってきてるんだけど、ちょっと待ってよ。今これサイトやったらさ、え、インスタライブ終わっちゃう？押していいの？え、めいちゃんが診断して私たちも自分でやって相性とかわかる。え、何？めっちゃ難しそうなんだけど。私も ENFP っす。え、ちょっと待って、難しすぎない？暗号じゃん。どういう意味、どういう意味？ENFP?PR? だけ？何？それは何が違うの？あの、この人のマインドはこうですみたいなこと？こうです、こうですみたいな話？え、押しちゃダメだって。よかった、アップな、押してない。え、いいことあるよ。何がいいことあるの？え？暇な人しかできないかも。大丈夫、できるできる、私。私 INFP です。え、種類多すぎない？韓国で有名な性格診断。え？内向的。あ、なるほどね。え、性格がわかるってこと？あ、性格がわかるよ。相性がわかるよ。私 ISFP。 ちょっと待って、これさ、みんな適当に言ってないよね？あの ISFP とか INFP とかなんとか、なんとか P とか。適当に言ってないよね？だってさ、これさ、こんなさ、だって私が ABCD って言ってもさ、ぽいじゃん。まぁ、ちょっとそれだとあれか。え？ ENFJ の主人公です。僕 PPAP でした。嘘つけ。それは嘘だってわかるぞ、さすがに。まずはインドに行こうよ。え？どういう話？何？まずはインドに行こうよって。ねえねえ、何？最近よく見るよ。え、その性格診断？あ、そう。え、むずっ。年下彼氏に振られた傷が癒えません。そりゃさ、振られた側ってさ、なかなか簡単にさ、よし、切り替え切り替えって無理じゃない？いいのよ、自分のペースで。前向きになれたらそれはそれだし、そうじゃなかったらなかったでいいの。時間をかけてゆっくり行ってください、先へ。毎日毎日残酷なほどに時間は早く流れていきますけど、大丈夫です。頑張れ。明日早いからお休みです。お休み。ほら、早い人みんな寝て。寝て寝て。彼氏と別れたいんですけど、どうしたらいいですか？え？彼氏と話し合ってください？そんな私に言われたってわかりません？自分は SDGs でした。大事だよ、SDGs。大事。みんなが意識していかなければいけないことですから。
明日5時起きだけど最後まで見て、寝て寝て寝て、明日がきついから早く寝て、いいよ。じゃあ一旦皆さんおやすみなさーい。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、寝たでしょう。朝早い人たちは何時までやるんですか。いや、12時前には終わります。明日物理の研究発表があるんです。応援してほしい。研究発表めっちゃ大変そう。頑張って。発表っていうだけでも嫌なのに、私物理なんてなったらもう全然絶対ダメ。全然絶対ダメって何よね。明日早いのでお風呂入ってきます。いってらっしゃい。目の下クマできてない？嘘、できてる。でも確かに今日の朝ちょっとなんか暗いなって思った。寝てるよ。でも大丈夫。一日だけ共同生活しよう。無理。明日何時起き？明日は7時半ぐらいかな。落ち込んだ時どうしたらいいかな。落ち込んだ時、まあみんなそれぞれ好きなものとかさ、まあ、趣味も含め好きな食べ物とかいろいろあると思うけど、自分のテンションがちょっと上がるものとか、なんかこれをしていたら何も考えなくていいなっていうことだったりとかをできたらいいんじゃないかな。私はそうするけど。めいちゃん寝不足ならないの？まあさすがにすっごく忙しくって、1日に 3,4 時間しか眠れないってなると、まあそれがねちょっと続いちゃうと、ああ寝不足眠いってなるけど、でもそんなに大変、そんなにあんま寝れてないってこともないから、全然イベントとかやらないんですか。あ、さあさあどうでしょうか。そろそろ会いたいよねって思っています。私は、まあ、年内に会えるんじゃないですか。なになに、なんか今日恋愛の話が結構来るんだけど。今日失恋しました。スキピーに彼女ができました。あら、失恋か。お疲れ様でした。失恋、失恋か。でもほら、スキピに彼女ができたっていうことは、まあ自分が好意を寄せてる人が彼女ができたっていうことをちゃんとみんなに知らせる人っていうことでしょ。だから裏で実は彼女がいたけど、誰にでもこうやってなんか俺いい男でしょとか、なんかこう女性に気を持たせることをしていない人っていうことは分かっ、誠実な人っていうことが分かったからいいんじゃないですか。まだ好きでい続けてもいい気もするし。ちょっとなんかすごい難しい、なんかそのなんて、めいちゃん失恋とかしたことないよね。あるよ、全然あるよ。みんな、あの私もそうだけど、本当に普通に皆さんと同じように生活してますからね。裏でうまいこと言ってよ。それなら別れなかったのに。
どういうことどういうこと、何何があったの、裏で読むか言ってよ、それなら分からなかったに、あーなるほど、でもさどっちがいいんだろうね、裏で自分の前ではすごく完璧な理想な相手なのに裏では自分以外の誰かがいたりとか遊んだりしていて、それを永遠に私は知らない方が幸せなのか、知ってちゃんと終わる、好きじゃなくなるってするのか、どっちがいいんだろうねと思うけど、どっちのタイプもきっといるだろうしね。それ永遠のテーマそうだよね。まあまあ本当にいろんな考えがあるからね。だから結局最終的に何か決めるのも全部自分だからいいと思うよ。もう自分がしたいようにして、そこで誰かをめちゃくちゃに傷つけてしまったら、それはきっと自分に返ってくることだから、そういうことも含めて結局みんな自分で判断して進んでいくんだと思います。いかがですか？東京に住むとしたらどこがいいと思いますか？どこがいいんだろう、わかりません。都心すぎてもね、人もすごく多いし、どこがいいんでしょう。てるちゃんと会ってる？てるちゃんともね、1ヶ月に1回は絶対に会ってる。代官山ね、すごいいい町だけど人も多いからね。高2だけど彼氏できたことないです。これから先できるのか不安です。いいんじゃない、不安に思うことなんて何もないんじゃないの。僕はめいちゃんをこの世に産んだめいちゃんのお母さんに超スーパーウルトラ感謝してます。あら、ありがとうございます。母の日にじゃあ一緒に伝えておきます。なになになに、女子校で好きな先輩がいるんだけど、その先輩は私のことをあまり何も思っていないっぽくて本当に辛いです。どうしたらいいと思う？同じ学校の先輩のことをってことかな。自分が好きで相手が意識していないってなると、意識をしてもらうようになんか頑張るしかないんだろうけど、その意識のさせ方が難しいよね。しさ、その友達とかとさ、こう話してても思うんだけど、ずっと例えば仲いい、今の関係がとっても好きで、ここから何か一歩進めたらいいなって思うってなって、進むことができたら嬉しいよ、きっともっと違う関係性になれるから。でも進めなかった時にさ、この関係を崩したくなかったのにってきっとなるわけじゃない。だからそのもう本当になんかちょっと勇気みたいなところあるよね、何するにしても。どうしよう、こうやって言ったらこうやって思われるかなとか思ったらさ、
もうきっと切りないんじゃない。だからもう行きたい、この人のところにもう行くんだって行けるぐらいの勇気が欲しいよね。どうしたらいいんだろう。ちょっと私も全然アドバイスができなくて申し訳ない。スキビ、何、ちょっと待って、キュンキュンするじゃん。スキビから夜電話かかってきた、1分だけ。これは何だと思う。それはさ、スキビもスキビなんだよ。スキビもスキビって、スキビが好きなんじゃない。ん、スキピもあなたのことをスキピなんじゃない。ねえさ、ずっと思ってたけど、スキピって何？好きな人ってことだよね、きっと。スキピ、いや、スキピっていう言葉を生んだ人すごくない？だってこんなに浸透してんだよ。ピって何？そのスキピだって人、好きな人がピに変わってるわけでしょ。面白いよね。え、スキピって何って言ってる人がいる。え、スキピもスキピ、え、ちょっと待って、スキピってそのいろんな言い方で対応できる感じ。スキピもスキピって好きな人が私を好き、スキピってこと。やばい、何言ってんだ。カレピッピだよね。カレピッピってさ、本当に言う、それ。何、味にうるさい男の人どう思いますか。味にうるさい人、自分の作った料理に対してすごくこうポジティブな言葉をくれないかったら一生作んないって思うけど、なんかこうすごくグルメな人は素敵だなとは思うけど、ただあまりにもその味覚、味に関してすごいいろいろ言ってくるようだったら、あ、ちょっと味覚の差があります、大丈夫です、感想共有しませんって言ってみたら。ん？うちのカレピワーっていうギャルいるよ。え？すごい！うちのカレピワーって意外とって言葉にするのちょっとさ、なんか詰まる感じしない？好きなピーマンかって言ってる人いるよ。ピ？スキッパ？あ、スキッパ、いやスキッパはないでしょ、スキッパになっちゃうよ。何、うちの長野っぴは、え、初めて聞いたんだけど、ギャルがピを使ってたら鬼かわ。うん、確かにめっちゃ可愛い。ちょっと待ってね、みんなさ、なんかちょっと今時っぽく喋り始めないで、急に。分かりみが深すぎてブラジルまで行った。え、分かりみが深すぎてブラジル走り回ったってこと？どういうこと？サッカーでベスト4に入りました、褒めてください。おめでとう、おめでとう。ブラジルの人聞こえますか？ほら、こういうことだよ。ピープルだよ。ああ、好きピープルってこと？え、面白い、好きピープルね。それでピン、へえ、本当。え、じゃあ、おも、面白、ああ、そっか、それだと違うか。ピをつけたらピープルになるってことでしょ。
え、すごいじゃん、おもろ。本当だよね。え、絶対違うくないって言ってるんだけど。ちょっと待って、どっち本当嘘？え、足臭いですって言ってるけど、自分の足、それとも私の足？自分の足なら洗ってきな。鼻ピはさ、鼻ピアスでしょ。鼻ピープルとは言わないね。わかる、それは。好きピンポンだよね、だって。好きピンポーンってこと？あ、好きすぎて反応しちゃうってこと？なんかこう、なんかこう、ほら、何か遠くで話してても反応しちゃうってこと？ググればわかるって。そりゃそうだけどさ、だってじゃあググるんだったら切っちゃうよ、インスタライブ。へそピ、へそピね、ちょっと開けてみたいって思ったことあったんだよね。でも痛そうだし、洋服脱ぐたびに取れちゃいそうだからやめた。嫌いな人はキラピ。キラピってちょっと可愛いね。嫌いな人じゃなさそうだもん、なんかキラキラしてる。ピープル、キラキラピープル、キラピ、キラピ。ずっと何言ってるの。ねえ、なんかさ、友達みたいに突っ込んでくる人がちょいちょいいるんだけど、友達ですか？ほら、友達のさ、その友達に会うときにさ、インスタ見せてとか言って見せてもらったりするのね。だけどさ、どのアカウントでどういう風にやってるか分かってないから、もしかしたら友達がいるかもしれない。苦手な人は苦ピ。苦ピはちょっとあんまり可愛くないな。キラピなんか可愛い。友達のおばあちゃんのことおばぴって呼んで。いやいや、なんで？普通におばあちゃんって呼んであげてよ。ねえねえ、なんとかちゃんのおばあちゃんって呼んであげて。おばぴ、おばぴってやばいね。友達のふりしちゃう人増えちゃう。うん、でも大丈夫、私の友達多分友達って言ってこないから。言ってる人たちはみんな嘘つきだね。おばぴ、じじぴ、かなぴ、なんやそれ。あー、パリピね。すごいよ、もうみんながいろんなピーを言い始めて、おっぱピーって言ってる人までいるから。そろそろのぼせそうです。お風呂入ってんじゃないの。あかりな、倒れるよ。髪伸ばす予定ないの？伸ばしてんの、ずっと。こう見えても、癖がすごい、髪の毛。サラ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 ーン。カエル化するの。出た、カエル化。なんかカエル化が何かみたいな話になってるんだよね。なんかで見たよ。カエルはね、あんまり、カエル化とまたちょっと話それますけど、カエルはそんなに得意じゃない。カエルの絵文字ぐらいがなんか、あ、可愛いって思えてるぐらい。あ、もう40分もやってるじゃん。え、ガチャピンってカエルじゃないでしょ。ほら、そうやってみんな、ねえ、ヘビ科って何？何？
怖っ、いっぱい出てくるじゃん。キリンカとか出てくるよそろそろ。何ヘビカって。ちょっと待って言わないで。え、ヘビカでしょ。ちょっと待って、当てる当てる。危ない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 。え、ヘビカって何よ。ほらヘビカ初めて聞いたって言ってるよ。よくわかんないね。私に何でも言えばいいと思ってるでしょ、そうやって。あ、どんなことも愛おしく見えちゃうのがヘビカなの。え、どうして。あ、え、ベッドの下にヘビがいるように見えちゃうじゃん今。1ミリも動かないわ。大丈夫。大丈夫だ。もうみんながヘビヘビカエルカエルって言うから。なんかこんなね、丸い目みたいなのがある。あ、ん？ファスナーかも。なんだろう。でも動かないから大丈夫だ。すまんすまん。じゃあそろそろ私も明日に備えて寝ようかしら。こんな終わり方いる？ん？いるじゃない、ある。もうほらいるに全部つられてるから。右肩の後ろに。そういうの騙されないからね。このあと課題だって。やだ、課題ってさ。なんか小学生のと小学1年生になって初めて漢字ドリルを学校でもらった時、配られた時にすごい嬉しかったの。なんかそれもお兄ちゃんが学校入った時にママがお兄ちゃんの横で一緒に宿題こうって見たりとかしてるのを見て、メイもやりそうやってママに教えてほしいとか、なんかこう机で勉強してるのがかっこよくて憧れだったので、小学生入ってさ毎日さなんかそういうウキウキしながらさ宿題とかやってたのにさ、中学からですよ問題は。なんでやっぱそうやって変わっていっちゃうんだね。もっと勉強しておけばよかったと今になったら思いますけど、あの時はねもうね、なんだ勉強ってって思ってた。MBTI やったらストーリーにお願いします。はい、MBTI ね、分かった。でもなんかそれさ出し、あ、そうかね、それ出したらみんなが私との相性をやるんだよね。じゃあそれもみんなあげてくださいね。見れる限り見ますんで。めいちゃんの声で子供来ちゃった。だってごめんなさい。え、ヘビとか騒いでたからかな。ごめんなさい。寝て子供。ラジオやってくれませんか。ラジオやりたい。いつか、いつかの何かの機会があれば。
では皆さん、もう11時45分です。寝ますよ皆さん。そう、今思うともっと勉強しておけばよかったは8割ぐらいの人が思ってると思います。そうじゃん。そのさ、自分たちが学生の時にさ、大人の人たちが本当に後悔するから、今できる限り勉強やった方がいいよ、もう勉強しなさいって言われてる時間だけでもいいから勉強した方がいいよって言ってくれてたのに。やっぱね、自分が大人にならないと分かんないもんだね。ちょっと永遠に話し続けちゃうから寝るよ。5歳の息子がめいちゃんってずっと叫んでます。はい、ほら5歳の息子さん、もう12時になるよ。目閉じて。じゃあ皆さん、おやすみなさい。グッナイ、良い夢を。まあ本当は夢見ない方がいいんだけどねでもまあ私が夢に出てくるかもしれないということで、おやすみなさい。バイバイ、またやるね。バイバイ、バイバイ、バイバイ。